何より、真木君の書いた台本が、脚本が面白くて、タランティーノ的なこの世界観を彷彿させるものだったけど、そこがすごく、そこに至るまでというか、それを包み込んでる物語が非常に日本的で、なんかこう鬱屈とした俺がやってるシンジっていう役をはじめ、ちょっとした事件で道が変わっちゃった大悟だったりとか、京だったりとかっていう3人の境遇だったり、そこに出てくる人たちの人間性みたいなものが非常に日本的で、で物語がどん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 加速していくと、こうこの本の真骨頂のとこに入っていくんだけど、まあ、そこに至るまでも面白いし、リアリティがあるし、なんか半分ドキュメンタリー的な、なんか感じを持って脚本を読ませてもらったんだけど。面白いって思ったんですよね、単純に。で、なんか自分の役とかっていうことをあんまり意識せずに、ストーリーとして最初からこう読んでいった時に、次に何が起こるか分かんないとか、どういう展開になっていくのか分かんないっていう、初めて読んだ時の感じがすごいワクワクしたし、で、なんとなくこういろんな絵が浮かんだっていうか、どこからどこまでがフィクションで、どこまでが本当のことなのかっていうのが、すっごい境界線が淡くって、それが面白かったです。なんかまあバーって最初見出して、で最後のところまでバーって一気に読めて、わ終わっちゃったみたいな、結構なんかもうストーリーに夢中になって、まあ、監督も脚本されたってことで、なんかそれがまた映像でこう本で読むのと映像で見るのとって全然違うと思うし、それを映像化するのかっていうワクワクが最初に大きかったですね。長編が2作目っていうことなんだけど、あの包容力と決断力と頑張ろうとする、その車止めまでしてとか、一番現場で声出しててとかっていう姿は、なかなかこんな人いないよなって思うような監督で。俺は途中から未来の大監督とか言ってたけど、全然冗談じゃなくて、本当にこれからどん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 すごい面白い作品を作っていく人なんだろうなと思って、俺らがみんなね、好き勝手提案することも、ああなるほど面白いっすね、そうか、ああじゃあそれでいきましょうとか、ああそうか、うんでもやこうなんですよねここはっていうのの、なんていうかな、ブレなさと奥深さっていうのが結構類まれな感じだと思うんで、そりゃなんかね、短編の賞、結構すごい賞取ってるでしょっていうのもうなずける、その才能を裏打ちする人間性みたいなものがあるから、やっぱあれに惹かれてみんな一緒にいられるっていうのもあるだろうし、なんかすごく気持ちのいい素敵な現場だなぁと思ってます。マキさんはもうすごい許容してくれる人ですよね。なんか認めてくれる。こっちがやったことに対して、いいねって、それ面白いですねって言ってくれる。で、そこから自分が思い描いてるとか、その求めてるものっていうのを出してくださるので、とってもなんか気持ちが良かったっていうか、すごく俳優を信じてくれる監督
だったなって思いますね。全て一旦受け入れてくれるじゃないですか、牧監督って。なるほどみたいな、そういう見え方もありっすよねみたいな。でも牧監督自身で こだわりたい絵だったりとか、こだわりたい芝居だったりとかを的確に言ってくださったりしてたんで、それはなんかすごく話し合いの余地があったし、いい意味でなんか作り上げるっていう意味ではすごくいいコミュニケーションを取れる監督だったと思います。監督です。なんかこう本当にこの作品をすごく読んだ時よりもはるかに好きになってるし、大吾と京が演じてくれて、みんなが演じてくれて、命が吹き込まれたもうそのものとしか思えないような役と会ってしまったから、なんか、この世界観、この世界、このパラレルワールド、こういう時間軸っていうのが本当にあって、それを一生懸命俺らはカチンコ鳴ってる間にその世界を生きようとしたっていうか、作り出そうとしたしてるっていう、これはきっといいエネルギーとして世界にこう届けられると思うから、胸を張って、みんなにね見てもらえる作品になってんじゃないかなと思います。俺もお前もこのままやったらずっとこのままやぞ。どん底に生きる3人のタクシードライバー。空気みたいっていうか、あの子と会うのもやめてもらっていいかな。何をし、何ですかそれ。最低でも数字を。マジかよ。人生逆転をかけた強奪計画。合図はハザード3回。それは完璧なはずだった。金は、あ、金は小ざくな小僧。なんなんだよあいつら。ゴミくじ遅いや。うわシンクロック。